皆さん、こんにちは。石野花穂です。今日は、宋の四大家の行宋書編ということで、四大家についての講義をやっていきたいと思います。先々週の講義では、楷書についての、講義、北宋の四大家の楷書についての講義をやったんですが、今日はその四大家の行宋書編ということで、行書や宋書の古典を、お見せしながら、四人の書の紹介をしていきたいと思います。で、まずはじめにですね、おさらいをしていきましょう。北宋の四大家、名前順番に言っていきます。西条、祖職、皇帝権、米仏、この四人ですね。で、この人たちの大まかな特徴を最初に解説させていただきますね。あ、皆さん、こんにちは。ありがとうございます。あ、結構リアルタイム参加できる方、多くはないか。9人ってでも思ったより多いんですけど、平日のね、昼間なのにありがとうございます。お忙しい中皆さん、本当に参加ありがとうございます。じゃあちょっと早速ですね、実際に画像をお見せしながら、最初に4人の大まかな特徴を、解説していきますね。まずは、これです。まず西条ですね。約1000年前ぐらいの人物でしたよね。西条は皆さん覚えてますか？楷書の講義した時に、すごい顔真型の楷書のような力強い楷書が特徴だったあの西条です。行宋書になるとすごい繊細になると思いませんか？全然楷書と行宋だと書風が違いますよね。同じ人物と思えないぐらい。でもこれ本当に同じ人物が書いてるんですよ。左側が前の講義でお見せしたような楷書体の古典なんですけれども、まあ、まさに顔真を学んだっていうのがもう見ての通りっていう感じで顔真の書風にそっくりですよね。で、行宋書の方を見ていくと、西条は伝統的な書法を継承してるなっていうのがよくわかるんですよ。格調高い書風で、なんか大騎士のような雰囲気も感じるな、みたいな。そんな感じが特徴ですね。で、これに対して、ちょっと祖職と皇帝権もお見せしたいと思います。はい。西条があんな感じでスッキリしてたのに対して、祖職や皇帝権はこんな感じです。ちょっと同時にお見せするんですが、まず上の方見てください。祖職の行宋ですね。まあ、行書がメインの古典でしょうかね。こちらを見ていただくと、ちょっと、力強さの中にもスッキリとした感じがあるのが特徴だと思いませんか？なんか密な感じで重厚な場所もあれば、明るくて爽やかな場所もあるみたいな。それが祖職の特徴かなというふうに思います。で、皇帝権、下の方を見てください。これは皇帝権のちょっと有名な草書の作品を載せてみたんですが、もう曲線を多用したこの、なんでしょうね、自在な書きぶりが魅力的なのが皇帝権かなというふうに思います。まあ、ざっくりとした特徴ですけどね。で、祖職と皇帝権は、個に根ざした自由闊達な書きぶりっていうのが特徴なんですよ。本当に、なんだろう。個人のそういう、なんでしょうね。法にとらわれず、その心の赴くままに書くみたいな。そういう書風がこの二人は特徴になります。なんかそのお手本を真似しようとか、うまく書こうとかっていうことに心血を注ぐんじゃなくって、それを捨て去る中で現れる新たな心持ちですよね。それが多分個性なんだと思うんですけど、個性が感じられる新しい表現を生んだのがこの二人です。じゃあ最後にですね、米仏も見ていきましょう。この作書状。はい、そして米仏はですね、歴代の有名な名跡に親しんで伝統的な、まあ、新人の書、例えば王騎士とかもそうですね、王騎士とか王剣士とかをよく学んだんですよね。そういった、まあ、個人の書にひたすら向き合って、まあ、特に王剣士に至っては酷似するまで習ったというふうに言われています。もう本物そっくりに書けるようなぐらい相当訓練を積んだっていうふうに言われてるのがこの米仏ですね。で、この米仏の代表作である、食書、いつもこれ噛むんですけど、食書状
という古典なんですが、これ実はオンラインスクールでも何回か課題で出したことがあります。半紙課題でも出したことがあるし、半節の課題でも3行書や2行書を出したことがあります。まあ、そのぐらい私も大好きな古典なんですよね。で、この即書状は、王羲之を凌駕するほどの格調が漂っていて、神道書法を摂取したその多彩な表現は、書道史上の名品として特筆すべきものがあるというふうに、まあ、専門家から評されるぐらい、やっぱりね、もうトップアイドル的な存在なんですよ。まあ、王羲之がそうなんですけど、さらになんかその才能と並ぶぐらいの凄さがあるのが、この米仏さんですね。はい、ということで大まかな特徴を4人分紹介しました。ここまで大丈夫ですか？何か質問あったら途中でもコメントを寄せいただければお答えしますね。で、次にですね、宋四大家が生まれた背景について、これです、宋四大家が生まれた背景について解説していきますね。はい、じゃあちょっと画像も変えましょう。はい、これ出しておいてください。ちょっと名前言ってるだけじゃ、なんとなく実感湧かないかなと思ったので、顔写真を用意しました。宗職、皇帝権、米仏、西条ですね。この4人です。ね、顔写真あると親しみが湧いてきますよね。で、この4人が生まれた背景には、まあ、その時代の流れみたいなのがあったんですよ。で、唐時代、この人たちの前の時代です。宋の時代の前って唐の時代だったんですけれども、唐の時代にすべての書体が出揃いました。最後に楷書が完成して、楷、行、宋、隷、典、5書体、すべての書体がもう完成したって言えるのが唐の時代なんですね。で、それが出揃ったんで、この祖職とか皇帝権とか米仏を中心に、まあその古い人たちの精神を尊重して新たな様式を作ろうとする世の中の動きがあったんです。皆さん、奇想っていう人物覚えてます？前回の講義でも紹介した宋近代で有名な奇想という人物がいました。まあそれ皇帝だったんですよね。奇想皇帝が、まあこういう、なんでしょうね、その古い、なんでしょう、宋時代のこういう書風みたいなのをね、守ろうとして、すごいね、頑張った人物なんですよ。なので、奇想皇帝のおかげで宋の四大家が生まれたと言っても過言ではないぐらい、まあ、奇想という人物は大きな役割を果たしたし、その存在はやっぱりすごかったなというふうに思っています。はい、大丈夫そうですかね。ちょっとコメント増えてるから一回見てみてください。あ、道端さん受ける。私には4人とも同じ顔に見えます。本当ですか？私全員違う顔に見える。なんか一番好きな顔は皇帝権かなと思うんですけど、なんか皇帝権のエラ削ったらマジで社長に似てるんですよね。本当になんか、なんで、いい顔してますよね、皆さん。うさんくさい顔の人一人もいない。野村、あ、カズさん。4人揃ってヒゲ面ですね。ねえ、なんか、武将髭って言うんですか？こういうなんか長い髭を生やして、しかもなんかここの髭の生やし方とか、絵に描いたような本当に綺麗な生やし方ですよね。眉毛も面白いんですよ。こうやってみんなこうやってなってて、キュって。ね、この時代の流行りですかね。顔面白いんでちょっと。この話で盛り上がっちゃいそうなので、次行きたいと思います。加藤さん、私も見分けつきませんだって。確かに。でもなんか、海外の方とか、欧米の方とかって日本人とか見るときもそうやって言いますもんね。全員同じ顔に見えるって。その感覚ですよね。まあ、所詮似顔絵だから実際にはどんな感じだったかわかんないですけど。じゃあちょっと、より詳しくですね、西条から順番に古典を、有名な古典をピックアップしながら、さらに深掘りして紹介していきたいと思います。西条ですね。はい。西条の陶器城という古典があるんです。それを今からお見せしますね。これですね。上の方拡大してください。うん、上に。うん。はい、ありがとう。うん、それで大丈夫です。はい、先週ですね、今日講義やりますよってお知らせした時に一緒に載せた画像と同じ画像なんですけれども、西条の陶器城って有名な古典なんですよね。
草書の古典です。で、楷書は顔真みたいだった西条なんですけど、行草は、まあこんな感じなんですよ。すっごいおしゃれじゃないですか。重厚な筆運びの楷書と比較も、行草ですね、なんだろう、心の赴くままに書いてるような、本当に自由闊達なっていう表現が合ってるような気がしますよね。大とか小とか、細い太いとか、自在な書きぶりで、穂先をうまく操って、いや、こんな風に書けるようになりたいなって思うような書ですよね。で、すっきりと美しいっていうのが特徴で、伸びやかな壮大さも感じさせてくれますよね。この作風の根底には、王羲之の姿をはっきりと見て取れるんですけど、そのためにちょっと王羲之との比較画像も用意したんで、ちょっと縮小してください、これ。西条のこの書きぶりっていうのが、王羲之の幽黙状っていう有名な古典とちょっと比較してみると、本当に似てると思いませんか？この行間の間合いだったりとか、時間の取り方とか、字と字の間です。こういう時間の取り方、行間の取り方、改行の取り方、あとはその墨の載せる場所とか、すんごい似てると思いません？なので、やっぱ西条の作品見ると、王羲之の匂いがするなっていうのは、そういうところなんですよね。で、字形とかも、こう、よーく見ると、本当にそっくりだったりするんです、形の取り方が。あとは、この書きぶりですよね。スピード感だったりとか、丸さ。で、その中にちょっと入ってくる微妙な直線のバランスとか、めちゃめちゃ似てるんですよ。そう。なので、なんか、この二人を見比べると、ね、これ名前消してあったら、実際に見分けがつかないぐらい似てるなというふうに、私は最初感じたんですよ。だから西条はそれだけ、王羲之の書法、法を大切にしつつ、自分のその自由な表現っていうところも追求してったのだろうなっていう素晴らしい人物ですよね。じゃあちょっと詳しく筆使いも見ていきたいので、私がちょっとメモ書きを入れたものをお見せします。これですね。の陶器上という古典に、ちょっと、まあこれ自分が臨書するっていう体で、矢印でちょっと丸みの矢印をつけたり、直線的なものを入れたりとかしてみたんですけど、見えますかね？ちょっと画面小さかったらごめんなさい。拡大もできる？ありがとう。はい。で、こんな感じで、詳しく筆使いを見ていくと、ね、指でなぞり書きでもいいので、こうやって見ていくと、直線的なところをスッと行ったかと思ったら、ね、例えば、及ぶっていう字、右端の及ぶっていう字あるじゃないですか、スッと行ったと思ったら、こうリズムよく右回転の運動でぐっと運んで、この右回転のリズムがめちゃめちゃ好きなんですよね。ね、この法事を見てると、本当に見てるだけで楽しくなってきませんか？このリズムの感じが。太い細ももちろんそうだし。で、書きたいなーってなってくるような法帖だなというふうに思ったんですよ。なので、多分これ見て書きたくなる人って多いんじゃないかなと思うんですよね。なので、後からこの法帖の全文もね、Facebook でシェアしておくので、気に入った方はぜひ、半紙臨書をしてみてください。多分、上腹に書くより半紙に書いた方が、もしかしたら楽しいかもしれないな。画数が少ないので、上腹に書くと寂しくなってしまうかもしれないので、最初は半紙練習をおすすめします。で、その後なんかいい感じだなと思ったら、半節やってみてもいいと思いますけど、その時も、例えば2行よりは3行とかの方がやりやすいのかなとか思いますね。もちろんこれ臨書していただいた方の添削もさせていただくので、もし法帖を見て気に入ってくださった方は、ぜひ臨書してみてください。はい。で、西条については以上なんですが、皆さん質問ありませんか？大丈夫そうですね。次、祖職をお見せします。祖職の甲州漢字記史観ってものなんですけど、これもすごい有名な古典なんですよね。これです。まあ、通称漢字記帖っていうふうに略して呼ばれることの方が多いかもしれないです。漢字記帖です。正式名称は甲州漢字記史観ですね。巻物になってるんですよ。で、これ3つ写真あるんですけれども、切り貼りしてます。私が勝手に中抜いて、部分的に載せてます。で、こっちから順番に、矢印書いてありますけれども、右から順番に、なってる感じなんですけど、書き出し見てください。G がから始まる書き出し。
この始まりの文字がすごい小さいの分かりますか？後半にかけてだんだん大きくなってるみたいな。で、最初がすごい小さく始まって、徐々に書きぶりが大きくなっていって、リズムの強弱がだんだん出てくるみたいな、そんな感じですね。なんか私いつも普段の皆さんの作品作りの時にもアドバイスしてるように、最初の書き出しって小さくした方がいいですよとかって言うんですけど、なんか、これっていうのは多分、なんでしょうね、作品作りとしてまとめようと思って最初小さくしたっていうよりは、なんか、心情っていうか、心の持ちようなが大きいのかなと思いますね。だんだん書いていくうちにこう乗ってきたみたいな感じとか、あとはこの祖職が書いたこの背景が、なんだろうな、祖職がちょっと、あんまり、その、なんだろうな、うつうつしてた時っていうか、あんまり境遇として、ね、幸せっていう時じゃなかったんですよ。この時ちょっと、ね、境遇があれで、落ち込んでた時なのかわかんないけど、だから最初書き出しちっちゃいのかなとか想像することもできるんですよね。なんか相当苦労してた時に書いたものみたいです。なので書き出しはちょっと小さくって、まあでもだんだんリズムの強弱出てくるんで元気にはなってくるんですけど、すっきりしている部分も あるし、力強い部分もあるし、みたいな。こういうやっぱ自在な書きぶりがこの時代の4人の特徴でもあるので、まあ書籍に限らずですよね。この時代はすごい自由な書きぶりが見られるので、太い細いの変化だとか、この、例えば年とか最後の縦線とか見てください。この一番左側の最後の縦線とか、スーッと縦線伸ばして、その左右に余白を大胆に取ってあってとか、こういうなんか変幻自在な感じとかも勉強になるなと思います。なんかこう巻物だからこそできることっていうのもあると思うんですね。横長の作品だからこそこういう縦長の数っていうのが入っても全然大丈夫っていうのもあります。すっごい上腹の縦長の作品にめちゃめちゃ長い縦線があると、なんかそこだけ寂しく見えてしまったりとかするんですけど、貫数みたいなこう横長の作品って、やっぱり横が賑やかなので、ね、たまに長い縦線入れても全然調和が取れたりするっていう、そういう感じですよね。で、祖職は、あ、コメント来てる、なんだろう。祖職はですね、一つの作品を書いたときに、いつも終わりを広く残してたんですよ。これ前の講義でも言ったんですけど、祖職って作品書いた後に、こう後書きを書く部分をわざとこう余白で残すんですよね。まだ全然書ける場所あるのに、自分の字は書かないで、わざとね、余白で残しておくみたいな。で、それがなんでかっていうと、まあ、500年ぐらい自分がね、こう、もう死んでもね、500年ぐらい経ったら私の作品が立派だっていう風に認めてくれる人が現れて、で、その書を褒めるような後書き、罰って言うんですけど、専門的には罰を書き入れてくれる人が必ず現れるはずだって言って、もう祖職自身がもう自信満々だったから、紙面をあえて文字を書かずに広く残しておいたんですよね。そう、だからすごい人だと思いませんか？自分の字をそれだけね、いいと思ってたってことですよね。この落ち込んでた時代でさえも。自己肯定感めっちゃ高みたいな羨ましいですよ。で、ところがですね、500年どころかそのね、わずか15年後ね、20年っていう説もあるんですけど、15年後に祖職の弟子のような存在だった肯定権が罰を入れてくれてるんですよね。それが次の画像になります。これです。見てください。これ、肯定権の字です。肯定権による罰文、まあ、後書きですね。まあ、この書はこんなに素晴らしいですよっていうことが、肯定権の字によって書かれています。ね、500年も待たずして、こう15年目で、弟子の存在である肯定権が、後書きを書いてくれたということですね。で、この一番最初のところ、東馬って書いてあるの分かりますか？東から始まってるんですけど、東馬っていうのが、祖職の、まあ、別名みたいなものなんですよ。あざなっていうふうに専門的には言うんですけど、祖職のあざなが東馬って言います。で、これってなんで、この肯定権は祖職って書かないで東馬って書いてるかっていうと、私たちがこう祖職って呼んでるのって、なんとなくこう呼び捨てしてる感があるんですよね。なので、自分の例えば尊敬してる人を呼ぶときだとかっていうのは、あざ名で呼ぶんです。なので、肯定権が、ね、祖職みたいな感じで言ったら、アウトなんですよ。師匠の存在に対して、祖職とは呼べないわけですね。それは失礼に当たるので。なので、東馬というふうにあざ名で書いています。で、この東馬のしわですね。
ここ、ほら、一行目の最後見てください。李太白って書いてるのわかりますか？李太白は李白のことなんですけど、詩人で有名な李白です。で、李白の詩よりもセンスがあるみたいなことがここで書かれてるんですよ。だから、孔定圏は、祖職に詩を習ってたっていうふうに言われてますね。そう、それの師匠なんです。書の師匠っていうよりは、詩文の師匠っていうのが、まあ、大きいかなと思います。なので、まあ、李白の詩よりもすごいいいよね、みたいなことが前半書かれてて、で、後半もですね、なんかいいこと書いてあるんですよね。また3枚目の画像の下の方に、塔婆ってまた出てきますよね。で、祖職は、これなんて書いたんだろうな。ちょっと読解してみよう。あ、そう、筆意って書いてますね。3枚目の一番上の文字。筆意。ね、当場の筆意はもう最高だよ、みたいなことが書かれてる。もうね、すごい、活発な書きぶりだよね、みたいな感じのことが、まあ中国語だからわかんないですけど、そういうようなことが読み解けますよね。で、そみつも上手だし、みたいな、そんな感じで書いてあるんだろうな、ということが読み解けます。まあ、詳しく知りたい方はご自身で調べてみてください。そういうような内容なので、調べてみるとより詳細がわかると思います。ね、孔定圏、これ、後書きなのにめちゃめちゃうまくないですか？これもまた素晴らしいですよね。いや、本当にすごい方です。じゃあ、続いてですね、この孔定圏についても詳しく見ていきましょう。孔定圏の字、これです。はい、これもめちゃめちゃ有名な古典でございますね。これ見たことある人多いかも。高校2の教科書とか買ってる方はきっともうご存知ですね。有名すぎて教科書とかにも載ってるレベルなので、松風隠し館という有名な古典でございます。ね、二元社の北条のシリーズもこれ載ってますもんね。すごい有名です。孔定圏はですね、こういう感じで、行書の作品はこんな感じ、楷書に近いような感じもしますよね。なんか、なんでしょう、かっちりとしてる感じにも見えるし、でも、左にこう、横線引っ張ってたりとか、左右の動きとかはめちゃめちゃあって、まあ自由っちゃ自由みたいな、そんな感じですよね。で、孔定圏は尊敬する祖職を詩文の詩としましたが、行草の書風には大きな隔たりがあります。ここポイントですね。書風は、まあもちろん、祖職は師匠というふうに言われてるんですが、書風を比べると全然違うと思いませんか？さっきお見せした祖職の字に比べて、孔定圏はですね、軽快で自由奔放ながら険しさがある。これがポイントかなと思います。さっきお見せした祖職って重厚さとかスッキリさを合わせ持ってる感じだったと思うんですけど、孔定圏は、まあ、軽快さもあって自由奔放で険しさもありみたいな。まあ、こういうところに、王義士とか王権士とか学んできたんだろうなとか、顔真系の影とかも色濃く出てるんですよね。まあ、こっからはすごいなんか私は顔真系のこの重厚な筆遣いみたいな、こういうニュアンスを感じ取れるので、ああ、なるほどなっていうふうに思って見ることが多いです。で、この松風隠し館なんですけど、孔定圏が58歳の時の作品なんですよね。晩年の作品。孔定圏が書いた中で私たちが知ってる作品だったら、これが多分一番、晩年のものになります。で、筆圧を変化させて、筆先を自在に開閉することで、ちょっと微妙に、太い細いが出てるの分かります？ちょっと拡大してみてください。うん。あ、いい感じ。この一番上のこのあたり見せてください。うん。はい、OK です。なんか、例えばですけど、そうですね、一番左上の、いっていう字、糸のい。見てください。心とかなんかすごい動きあるなとか、横隔とかも、胃の長い横隔も太い細いとかついてるじゃないですか。こういうふうに筆圧の変化をさせて、筆先を自由に開閉させるっていうことなんですけど、まあ、これがこの孔定圏の結構一番の特徴なんじゃないかなと思うんですよ。筆先をこう駆使して、まあ、過去に類例を見ない独特の書風を想像したっていうのがこの孔定圏ですね。立派な人物ですよね。もちろん個人の法も大切にしながらなんですけど、自分の心の赴くままにやって、こういう上下運動みたいなのを使いながらだとか、筆の開閉利用しながら独自の書を編み出したっていうのはすごい、もう境地までいかないとできないことなので、もう学びに学んだからこそ、この独自の書が生まれたんだなっていうところですね。本当に尊敬すべき人物です。ここまで大丈夫でしょうか？コメント大丈夫ですか？
柴田さん、仕事中なのにこっそり見る。いいですね。カズさん、ショーに手元に置いて見ても、あ、本当ですか？ありがとうございます。手元にあると楽しいかもしれないですね。また別の角度からの解説もあって。ありがとうございます。そしたらですね、さらに、この肯定権は草書も素晴らしいので、草書の作品もお見せしますね。なんかどっちかというと私、この肯定権の草書のファンなんですよね。いつも、臨書したいなって思った時に、半切とかに書いたりとかしてるのは肯定権の草書が多いかも。これですね。最後にお知らせです。私が運営するオンラインスクールでは、漢字や仮名の基本点訳はもちろん、楷書、行書、草書、隷書、篆書、調和体など、様々な書体の解説付きお手本動画を毎月配信しています。わからないところがあったら動画で添削も受けられます。そして月2回びっちり1時間ライブ講義を受けることもできますので、未経験者はもちろん、これから書のプロを目指したいと考えてらっしゃる方も、全ての方に本格的にオンライン上で学べる環境を私たちは整えました。興味のある方はコメント欄と概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから覗いてみてください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。